エルチャプリン・コロラドは1973年から1979年にかけて実行されパロディ化されたスーパーヒーロー番組であるメキシコのテレビコメディシリーズ。主人公を演じたロベルト・ゴメス・ボラニオスによって制作された。1973年にメキシコでテレビサによって最初に放映され、その後同じ俳優のキャストを共有した。 エルチャボと共に1981年までラテンアメリカとスペインで放映された。どちらの番組も再放送されコロンビアやペルーなどのいくつかの国で人気を得た。シンプソンズとの同時放映された。名前は英語で文字通り赤いバッタと訳されている。主人公は目立つ赤いユニフォームを使用している。ブラジルでは有名なおとぎ話のキャラクターであるトムサムを ほのめかして、チャポリン、ベルメリニョ、ポレガーベルメリョとして知られている。内容は、スーパーヒーローの非現実的なイメージを批評しながら、ラテンとメキシコの文化の多くの側面を具体化。各エピソードで、人々は、チャプリネスがどこに現れても、彼が偉大なスーパーヒーローであると信じている。認められたことで彼は自慢するがつまずいて、すぐに倒れ。 自分が小柄で臆病であることを示し、ファンを失望させるそれにもかかわらず、チャップリネスは最善を尽くされ、すべてがうまく解決する。スーパーサム、ラモンバルデスが演じる。彼はアメリカのスーパーヒーローで、見た目はサムおじさんと非常に似ていますが、スーツはスーパーマンと似ていますが、時間の経過とと,ともに、スーパーマンの S など、いくつかの詳細を変更しました。ドル。 彼の発音は、スペイン語を話すふりをする典型的なアメリカ人の発音であるため、彼が言うことの半分は英語であり、スペイン語での発音の仕方を知っていました。彼によると、彼の武器は、数が少ないが非常に強力なドルの袋であり、ミッションの途中で競争する程度まで、両方がうまくいかないため、彼は頭の上の男性要員、またはチャプリンコロラドを撃ったものでした。 委託。彼が銃を使うたびに、現金台帳の音がした。彼の典型的なフレーズは、字は、金なり。ああ、そうだ。です。彼が現れるとき、ほとんどの人は彼らが輸入された、スーパーヒーローを望んでいないと彼に言います。あるエピソードでは、ミニナは、スーパーサムを、彼は、 コロラド州チャプリンに似ていますが銀行口座を持っていますというフレーズで説明しています。それは俳優が持っていた数少ない固定キャラクターの一つだったからです。彼はドン・ラモンと共にバルデスで最も有名なキャラクターです。フロール・マディーナ、フロリンダ・メザーが演じる。彼女はアルマネフラの乗組員の中で最も社交的な料理人であり、チャプリンを解放しました。 看護師、フロリン・ダメザによって描かれました。彼女は、ジャパティン博士と一緒に働く、看護師ですが、3回、患者に注射をしたいと思い、チャプリンは、彼女が注射器を手に入れるのを手伝いました。医師、カルロス・ビラグラン及び、または、ルーベン・アギーレが演じています。彼は、ジャパティン博士と看護師と一緒に働く医師であり、患者の注射も手伝っています。バンカー、 カルロス・ビラグラン及び、または、オラシオ・ゴメス・ボラーニョび、または、ラウル・チャト・パィージャが演じます。彼は、すべてのお金を盗むスクラッチャー、いじめっ子、またファシルに奪われた、旧西部の銀行家です。マーシャル・カルロス・ビラグラン及び、または、エドガー・ビバール及び、または、ラウル・チャト・パィージャが演じます。彼は、 銀行家とバーテンダーと一緒に襲撃から身を守るためにチャプリンを呼び出すという事実の結果としてラスカブチェス、またファシル、ブリーキッドを恐れている救世部の保安官です。警察、カルラス・ビラグラン及び、またはルーベン・アギーレ及び、またはロベルト・ホメス・フェルナンデスが演じます。彼は常にトリバセカ、ショーリー、ブルドッグを追いかけている警官です。 高貴な心を持った敏感な村人、フロリンダ・メサ及び、またはマリ・アントワネット・デラス・ニーブスが演じます。彼女は無防備な農民で毎日焚木を探しに行きますが、パンチョシュタインと呼ばれる怪物に悩まされ、チャプリンに電話して彼を捕まえます。1976年のバージョンでは彼女はバラトゥジャの魔女によって発見されました。バラトゥジャの魔女は 息子のエルネネと結婚するか、彼女を木に変えます。囚人女フロリンダ・メザ及び、または、マリア・アントニエ・タ・デラス・ニエベスが演じる。彼女は、17世紀に廃墟となった古い鉱山で、ルフィーノ・ルフィアンに誘拐された、敏感な少女で、チャプリンは彼女を救い、悪人を攻撃しようとします。インスペクター、ラウル・チャとパディージャが演じます。 彼は毎日焚き木を探している高貴な心を持った敏感な村の少女を探しに行く検査官です。彼はアシスタントと一緒に働いています。農場を所有する老婆、マリア・アントニエタ・デラス・ニエベスが演じる。彼女は無防備で敏感な老婆で古い農場を所有しており、エルペテロテ、エルポカス・トランカスという危険な犯罪者に脅かされています。 しばらく前から警察に報告しました。その犯罪者は刑務所を出たら復讐することを約束し、偶然にもその日、新聞を読んで、ピーターでポカストランカスが何とか自分の独房から脱出したことを知りました。そのニュースは老婆をパニックに陥らせ、チャプリンに彼女を守るための助けを求めます。農場で見つけたかかに使われている服の助けを借りて、ペテレで いくつかのブロックが姿を現し、簡単に発見されないように、囚人の服を、カカシの服と交換します。これで彼は、完全に混乱し始めます。チャプリン。それにもかかわらず、そして彼のチロンチポテの助けを借りて、彼はついに盗賊を倒すことができました。最初のバージョンの彼女の服はエピソード、ラ・ベンアンザに登場する老婆の服と同じであるため、 その外観と性格は、1979年に、エルチャボデローチョのキャラクターである、チリンドリーナの祖,祖母、ドーニャニーブスのものと似ています。デルペテロテ、1972年から、そして映画、エルシャンフルでカメを作る老婆のそれ。しかし、第二版では、彼女の服、スケッチ、ラベンガンザデルポカストランカスで1980年から、チェスピリトシリーズから、彼は緑色で、 白いエプロンがきつい。ゲー、ボート顔面海賊2010フィーファワールドカップでのメキシコのサポーター。チェスピリトのキャラクターはラテンアメリカで広く知られているため、ファンはメキシコのサッカー代表チームとの提携を示すために彼らの格好をすることがよくあります。ありがとうございます。